はい、私、ダクソンは、名寄市風蓮町にございます、弥生公園、桜の名所でございます。はい、このようにね、南部咲きっていうんでしょうかね。ほとんど咲いてると思うんですが、この桜並木道を歩いていきたいと思います。この、舗装されたアスファルト、車で来ることができました。で、行き止まりのとこに車を止めてですね、今私ダクソンはこの坂道を下っているところでございます。あんまり人はいないんでしょうかね。あ、車入ってきたわ。あ、やっぱり見に来る人いるんだ。事前に仕入れた情報によりますと、桜の古木があるそうなんです。で、見っけたらね、撮影したいかなと思ってます。あ、車 U ターンしちゃった。帰るのかな?あそこに止めんのかな?風蓮駅跡の石碑が見つからなかったので、かなり精神的ショックを受けてます。なので、この桜のね、咲きながら散るピンクの花びらでも眺めて、癒されたいかなと思ってるんです。あ、松の木があるね。ここに松の木ありますね。まだね、満開って感じではないんですよね。この道端に咲くね、このなんか、なんだろうこれ、かわいい花。よいしょ。この松の木なかなか太いですね。あ、ここ遠くから見ると少し桜が咲き、誇ってるのかな。あの木がいいかな。あ、この公園見たくなってるところが見どころのようですね。ここだ。